このスバ。どうよこの水着のデザイン。女神である私の神聖さが醸し出されてて悪くないと思うな。よくお似合いですよアクア様。私は胸のあたりが少しきつい気がします。お待たせしました。どうでしょうか。あら女神もいい感じじゃない。うん。どうかしましたか。二人とも派手すぎやしませんか。そうかしら。私はもっと派手でもいいと思ってたところよ。私は派手とは思いませんが、ちょっと胸がきつくて。私も水着を変えます。店員さん、この水着は子供っぽいのでもっと大人な水着を。お客様のサイズですとご用意できるのは今着ておられる子供向けの水着しか。私の体に合う大人っぽい水着がない。あのもうワンサイズ、いえツーサイズほど大きい水着はありますか。ちょっと胸が。そうですね、ツーサイズ大きくすると胸は収まりますが、他の部分が余ってしまうかもしれませんよ。ね、どういうアピールですか。ウィズといえども許しませんよ。いきなり何をするのですか女神さん。落ち着いて、落ち着いてください。これですか。これのせいで水着が入らないのですか。やめてください。胸がもげちゃいます。ねえウィズ、私でよければ助けてあげましょうか。アクアは中立でいてください。私はここで負けられないのです。うおお客様。このスバッ。